どうも、お疲れ様でございます。じゃあね、今日も億万長者合宿ブラザー行ってみましょうか。そうですね、やるやつはやる、やらないやつはいつまで経ってもやらない。えー、まさに、このような、ね、分け方っていうのはあると思いますね。あの、ほんとね、やらない人っていうのはね、ずーっとやらないですよね、不思議と。で、そういう人たちが、やらないことから脱出して、やるように変わっていくために、じゃあ私たちがどういうふうにね、 あのお手伝いできるのかってことなんですけどもあんまりそれをやりすぎるとね強引にやらせたみたいなことになって後ほどねなんか揉めたりとかねあの契約を無理やりやらされたみたいなね、まあ、そんなこともあるんでねもうややこしいなと思うわけですよ。あ,のあくまでもやっぱりこうね私もそうだし吉谷さんもあの自分の体験とか感想をこうやって YouTube で喋ってるだけで誰かに強要しているわけではないんですよね。で、ご覧になった方があの あおね、商品を売ってくださいお願いしますっていう風に連絡をくれることあるんですよでもなんか妙な売り込みをすることはないですしねうん何なんでしょうねあの私もね吉田さんもそうだと思いますけどもそんなことを言われたり思われたりすることってあると思うんですけども少なくともちょっとおいでおいでほらじゃあこれ契約書にサインしてってボールペン渡すことも何もないわけですよ でそんなにねあの契約を迫ることもないですしねそれはあなたが決めることですかとかね質問には答えるけれどもそれでも納得できなかったり不安だったらまあ別にねあれからどうでした決めましたもうサービス期間終わりますよってからね焦らすこともないですねどうぞどうぞみたいな感じですよね <laughs> まあもちろん私たちはあの商売をしている身としてね一定の売り上げをやっぱこう上げないといけない 一定の売り上げのためにこう向かってるところがありますんで、強要しない程度にあの人のね問題ってのをどんどん解決してあげるっていうところでは信頼関係を上手に作ってるのかもしれないですよね。でもそもそもあの無料で困ってる人の問題解決をすることがじゃあ罪なのかってことになっちゃいますよね。それが罠だったんだとか言い,た言い出したらね、もうなんか無料プレゼントなんで何もできないみたいな感じ。例えばこうやって住宅展示場に行くじゃないですか。 でクオカードがもらえますよねでその結果家の契約をしろっていう風にね別に詰め寄られませんからねうんでもだからといって最初っからその気もないのに自分の身分とか収入を偽ってクオ・カードをもらいに行くっていうのはこれまたねあのそれはやめてよって話になりますからね、うん、まあでも小野さんも動画上げてましたけどもあのタマホームに行ってクオ・カードもらいましたよみたいな感じでやってましたけどね、うん 私ももらいましたよいろいろと。<laughs> もう本みたいになりましたよも <laughs> うん。まあやるやつはいつでもやると。はい、以上のような形でございます、ね。やるやつがやった結果が分かると。やった結果ダメだったってことが分かるかもしれませんし、やった結果なんか怪我をしたり人に迷惑をかけるってことを学ぶかもしれないですよね。うん、でもやったら誰かに迷惑がかかると思ってやることは少なくとも私たちはないかなと。うん、そこはもうマインドセット。 してますよね、はい、プラス例の件ですけども OK ですはいあのちょっと心配しすぎたみたいで大変失礼しましたそれでは